お待たせしました。ウェルカム。君の彼と戦う。どうしてそれを私に？一つはバキさんが君にとってかけがえのない大切な人だから。そしてもう一つ、僕にとって君が大切な人だから、僕と結婚してほしい。はあ？僕の知る一番美しい女性が君だから。いや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 、一番か一番じゃないか、それを決めるのは君ではないよ。ありがとう。困ります。君の仕事は女性です。そしてその目的とするところはナンバーワンの男と出会うことです。あなたはナンバーワンなのですか？それを証明するだけです。うわっと、いや、また会いましょう。誰に？言わない。どうよハンマバキ、私が結婚って。すごく動揺するよ。はあ、動揺か。どうかするのはお前だろ。俺のどうこうすることじゃない。俺の決めることじゃない。似てるかも。あの、ちょっといいですか？バキさん、私梢さんと結婚します。まさか別の目的で言ってんじゃないだろうな。例えば俺を怒らせるためとか。梢さんにアプローチします。梢は誰のものでもない。え？私はバキ君の彼女。しかしそれは二人の間にだけ交わされた約束で、他の異性は一切関係ない。誰だって梢を好きになれるし、恋人にしたければ申し込んだらいい。男も女もそういう競争の中にいる。とてもフェアです。梢さん、また会いましょう。あいつだったのか。